聞こえますかね？聞こえてる？大丈夫？はい。ということで、ピヌさんのライブ配信風ですね。ライブ配信をちょっとやってみようと思ったんですけど、なんかしっくりこなかったんで、ライブ配信風にスタートしてみました。もう完全に録画です。アイスレイクスやりながら、喋るような内容のことをね、今日は喋りますね。もうね、なんだろうな、暑いのと、ちょうど今何にもしたくない感じなんで、すごい手軽な感じで行くんですけども、まあ今日お話しするのは、まあ8月の振り返りと9月の予定とかですかね。まあ8月今、21日ですが、まあゲーム何本かやってきて、一応もうクリアしたのが、日本大相撲とファイナルファンタジー。で、テストでヒカルの5、ヒカルの5、2、松方弘樹のワールドフィッシング、フィッシング甲子園とね、やってきまして。で、ここからが、9月公開予定ですね、ほぼね。ヘビーレインやって、キャプテンスピリットやって、で、デトロイトビカムヒューマンをやって、これが9月の朝4時台に、公開される動画になります。そして、ワンダープロジェクト J、機械の少年 P の、これが8月の末から9月の頭にかけて、やりました。これもクリアしました。で、ちょうど終わったタイミングが9月の9日だったんで、9月9日、あ、ないないだ、みたいなね。99でないないだってことで、一応急遽ないないの名探偵をやって、それの公開予定が9月9日から9月13日までの夕方5時に公開されるように、昨日のうちにね、段取りを組んであります。それで、まあ、8月中に、もう9月の基本となるゲームを、やって、動画作っておきたいんですが、9月14日から30日までの、夕方5時の分がまだ作ってないんですね。で、何をしようかなっていうのをね、今考えてて、で、ちょうど今やる気のない、時期に差し掛かってしまったんで、って考えてるところなんですね。一応ね、候補は何本かあって、まあ、ドラクエ3をやるとか、あとは、ジェットセットラジオとかもいいかなっていうのもね、考えてるんですね。RPG、ドラクエ、まあ、ファイナルファンタジーは1からスタートして一応5か6まで行くっていうスケジュールを立てて段取り組んでるんですけど、まあ、8月がドラクエ2とファイナルファンタジーをやりますので、で、9月がね、ちょうど RPG 何もやってないから、ドラクエ3でもやろうかなーというふうに考えてるんですけど、ちょうど今何にもしたくないから、あの、最初の一歩を踏み出せてないね。という感じです。まあ、何になるかは、わかんないですね。一応、スケジュール的には、やっぱドラクエ3とかの方がいいかな。で、一応、ドラクエとファイナルファンタジー系は、特にファミコン版はもうリメイク版を今、プレイ、進めてるんですけども。まあ、それの理由は、まあ、システム周りがファミコン版ってちょっとやりづらいので、だからまあ、ストーリーを踏襲して、システム周りが強化されたリメイク版をやるということで、進めてまして、で、やるタイミングは、ドラクエとファイナルファンタジーに限って言えば、初代が出た、リメイク版ではない最初のバージョンが出た日付で見てて、確かね、ドラクエ1、2、ファイナルファンタジー、ドラクエ3、ファイナルファンタジー2、次がドラクエ4か、ファイナルファンタジー3か、みたいな感じの順番になってるんで、
なんか一応そのタイミングでやっていこうかなっていうふうに考えてます。ただ、ドラクエ3はスーパーファミコン版でリメイクが出てるんで、まあファミコンのちょっとグラフィック進化系ぐらいで遊べるんですけど、ドラクエ4がファミコン版のリメイクがもうプレイステーションになってるんで、もうグラフィックとか操作感が多分全然違ってるんで、続けてやるか、ちょっと飛ばしてもう5に行こうかっていうのはちょっと悩んでるところですが、うん、で、ファイナルファンタジーも一応4からかな、ファイナルファンタジー4ぐらいからがスーパーファミコン版が出るんですけど、ちょうど3がファミコンで、で、まあ、今更ファミコン版だったらゲームボーイアドバンス版でいいかなーって思ってたんですけど、ゲームボーイアドバンス版のバージョンが2個あって、初期型がバグがすごくらしくて、で、後期型が、まあ、バグ少し修正されてるけど、少し、それでもバグが残ってるっていう状態らしいんですよ。で、今、中古でしか買えないんで、買ってどっちが届くかわかんないんで、そこもね、ちょっと二の足を踏んでいるところではあるんですが、まあ今後はね、そういうこともやっていこうかなということで、まあ月1、1本 RPG できればいいかなっていう気もするんだけど、なんか、そうやってね、予定を考えていると、あっという間に2020年が終わってしまうんで、2020年中に、どこまで進められるかなっていうのは、考えどころですよね。あと、そうね、やっておきたいゲーム一覧っていうのを、何個かね、何種類ですかね、結構作ってるんですけど。まあ、シェンムーの一章とシェンムー2とか、あとはパチンコ系のゲームをやろうっていうのが1年ぐらい前にやってたんじゃないかなと思うんですけど、それ関係で買ってあるガロと花の刑事と地獄少女のシリーズをどれか1本、あとは不思議の海のナディア系がメガドライブ版とプレイステーション2版がそれぞれあるんで、まあどちらか1本作っておきたい。んで、あとは育成ゲーム系だと、ダビスター今、不定期でやってて、まあ、ダビスターが、ダビスター多分8月いっぱいで終わるんじゃないかなって思うんですけど、ダビスターやった後に多分野球つくかな。まあ、ダビつくもね、やりたいんですよね。競馬系だと、まあ、ダビスターとダビつくやって、まあ、その2本で、まあ、ベストはね、凱旋門賞行くことなんですけど、凱旋門賞行って勝つことなんですけども、あんまり粘ってやる気もないので、ある程度遊んだなーって思ったら、次、競馬系はウイニングポスト行けばいいんで、そうすると、まあ、現行のシリーズに追いつくかなっていうのが一つありますね。で、野球つくはもう、シリーズの更新がほぼ終わってるというか、まあ、オンラインではあんのかなっていう感じなんで、まあ、野球つくはドリームキャスト版ちょっとやって終わり。うん。あとは、蒼天の神の蔵とか、高橋直子のマラソンしようよとか、コンビニ、ザ・コンビニとかね。ああいう育成系はちょこちょこやっていこうかなーっていうのをね、考えてますね。そして、ドリームキャスト版とかでの、その、アクションシューティングだと、まあ、今持ってるゲームが、バイオハザードコードベロニカ、あとリングで、セガサターン版のディープフィアがあるんで、まあそれもどこかのタイミングで、で、東京バス案内の動画に関しては、まあ単発でちょこちょこやれればいいかなっていうところですね。龍が如くシリーズを1から全部やるというのは、まあだいぶ先ですね。多分ドラクエ系がある程度、そうだね、目処がついてからになるんじゃないかなって思うんで、だいぶ先だね、本当に。終わんないでしょうね、これ全部やろうと思ったら2年とか3年ではね。で、風雲66はこの前買いまして、で、風雲6シリーズはこれを持って、あとはもう任天堂 DS、 3DS に行くんで、まあ一つの
区切りになるから、プーンロック6に関しては、予定変更がなければ10月にやりたいかな。で、ラチェクラ3とラチェット&クランクザ・ゲームに関しては、あんまり得意なジャンルではないんだけど、お得パックで入ってるうちの1本が残ってて、ちょっと気持ちが悪いんで、まあこれも年内にはね、やっておきたい。で、あとはテックサターンとかはまあ単発で入れていく感じかな。そうですね。リクエストをもらった関係だと、まあ何本かあるんで、単発でできるところは単発で上げていく感じですね。8月中、いや9月。そうですね。1日2本更新をベースにしつつ、あとは単発でちょこちょこ上げていく感じになるかなっていうところになりますね。あと、このチャンネルで上げてたパチンコ系のゲームに関しては、9月2日に公開される1本を持って、このチャンネルではパチンコ系の動画を上げることを終了したいと思います。というのもですね、なんて言ったらいいんですかね。まあ昔から個人使用してるチャンネルがあって、まあ1年ぐらい前からもう更新は止まってるんですけど、まあそこが収益化しまして、今1日10円とか20円ぐらいは入ってきてるんですけど、まあそこが、まあゲーム実況を最初にやるときに多分4つぐらいかな、4つぐらいチャンネルを構えたうちの1つで、まあ4つあるうちの1つは今のゲーム実況だし、もう1つはもう消しましたけど、読み聞かせのチャンネル。で、3個目も消したけど、車系のチャンネル。で、4つ目が昔からあるやつで、今はもうパチンコ系の動画に特化したやつがあって、それが収益化したんで、パチンコ系のゲームに関しては、全部そっちに、移行させようかなと考えてます。今はもう上がってる分はもうそのままですけど、今後の更新は全部そっちやって、で、まあ、まあこのパチンコ系の動画に関しては、時間がかかるんで、どうしても、この、収録して見どころを集めると、まあ、一本について、まあ、ひどいやつだと、一週間ぐらいなんか動画回して編集しないといけないくらい時間がかかるんで、超不定期で、やって買った分とかは全部そっちで更新していこうかなと考えてます。はい。まあ、そんな感じですね。あとは、なんだっけ？今後の予定やっておきたいリストだと、まあ、ゼルダの伝説のブレス・オブ・ザ・ワイルドも、どっかのタイミングでやりたいっすね。あと、スーパーマリオ・オデッセイもどっかのタイミングでやりたいっすね。バイオハザード RE2、RE3 系もどっかのタイミングでやっておきたいですよね。もうね、今のタイミングでやるのが一番格好悪いかなっていうところですけどね。バイオハザード RE2 と FF7 リメイクとかはね。FF7 リメイクは、プレイステーション版のファイナルファンタジー7クリアしたらね、やってもいいかもしれないですけどね。あと、ゴースト・オブ・ツシマやるかどうかっていうのは、かなり微妙だね、今ね。あんまりね、やっておこうかなって思ってないんだけど、みんなやってっからやるかな、みたいな感じのニュアンスで、一応候補に上がってますね。まあ、ゲームオブザイヤー取ったらちょっとやるかもしれませんけどね。まあ、そんな感じかな。あとは、そうね、ソミの罪悪感3部作、レプリカ、リーガルダンジョン、ザ・ウォーク。レプリカはちょっとやりました。で、リーガルダンジョンも一応インストールはしてるけど、まだプレイしていない。で、ザ・ウォークも、スティームで買ってはいるけど、ダウンロードすらしていない。これもタイミングが難しいんだなぁ。9月、8月中に、9月の
基本となる動画、1日2本ぐらい、1本か2本ぐらいが、目処が立ったら、隙間の時間使って、ね、やるっていうのはありだけど、まだちょっと目処が立ってないですね、どこでやろうかっていうのはね。はい。まあそうだね。まあ8月中に9月の動画の基本的な部分を作っておいて、で、余裕が出たら、まあ、9月分の単発ちょっと作って、で、9月に入ったら、今度10月分の基本となる動画のレーン作っておいて、で、また余裕が出たら、単発系とか、まあ、シリーズ5本ぐらいで終わるやつとかをね、やっていこうかなーなんていうことを考えております。うん。で、まあ、ちょっと話が戻って、な、テスト版でちょっと、テストとしてやったけど、まあ、まだ動画化してないのが、フィッシング甲子園、ワールドフィッシング、光の GO2、光の GO とかあるんですけど、フィッシング甲子園は多分動画化、どっかのタイミングでできますね。で、松方弘樹のワールドフィッシングに関、しては、まあ、カジキを釣るゲームなんですけど、少しテンポが悪いのと、まあ、今で言うと、ちょっとセクハラが過ぎるなっていうシーンが何個かあったんで、まあ、様子見ですね。で、ヒカルの GO2 とヒカルの GO は、僕は、囲碁のルールはなんとなくわかるんですけど、戦略が分かってないんで、動画として耐えられるかっていうところがなんか微妙なんで、まだ制作に着手はしてなくて、で、7月になってテストしたけど作ってないのは、まあ、オリンピックのゲームと、あと、リッチレーサー。まあ、オリンピックのゲームは、やっぱりこう、連打が主体になっちゃうんで、連打って結構、もう、年取ってくるとね、なんかちょっと軽くなってくるんで、なんか、微妙だなって思ったんですけど、一応これはドリームキャストのゲームなんですけど、ドリームキャスト用の連射機を買いましたんで、これタイミング見て連射がうまくできるようであれば作ってもいいかな。リッチレーサーはなんか、ある程度やり込まないと動画にしても意味がないかなっていう風なことをね、ちょっと思ったんで、作ってないっすね。まあそんな感じかなと思います。うん。なんで2020年は、特に後半は、本当に新作を今やる予定が何にもなくて、まあインディーズのゲームとかで、新作面白そうなのあれば手を出すかもしれないけども、多分ほぼないんじゃないかなっていうのと、あと、このチャンネルで言ったか、中村くんのラジオで話したかわかんないけど、やっぱりこう、なんて言うんですかね、新作のストーリー系のゲームをやることに対しての、なんか世間的なゲーム実況に対する批判の広がりが少し見えてきたんで、まあ、ここは様子見ですよね。まあ、僕が多分ラジオで話したのは、新作のストーリー系のゲームを発売日から1日2日でやっちゃうと、ゲーム会社の売り上げに貢献しないんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけど、そうするとね、まあ買わなくてもストーリーの中身知っちゃえるんで、だからね、ゲーム実況っていうのは作ってくれるゲーム会社、開発者がいて、成り立つジャンルですから、そういう会社の利益になるような誘導をしないといけないんですけど、そう考えるとストーリー系のゲームを新作でやるっていうのがちょっとどうなのかなって思ってるみたいな話をしてたと思うんですけど、まあ、最近開発者の方がなんかツイートしたのをきっかけにゲーム実況クソだみたいな流れが、まあ、一部界隈でちょっと出てきてたんで、まあそれは様子見ですけど、まあ日本のメーカーだけだったら多分もうすぐね、ゲーム実況廃止でいいんじゃないかみたいな話になると思うんだけど、海外の方が、まあ割とその辺寛容なんで、どういう風に転ぶかはわからないけども、まあなんか大きい流れちょっと来るんじゃないかなっていうのはね、ちょっと思って見てます。
ちなみに、まあ、新作をやる基準、僕の場合だと、まあ、発売から3ヶ月半年経った後ぐらいだったらいいのかなと。発売日から1週間以内とか1ヶ月以内だと、ちょっとまだね、なんていうのかな、販売してる時期なんで、様子見というかね、全然だ、やりづらいっすけど、まあ3ヶ月半年経って、ダウンロード版のセールが始まったタイミングだったら、まあやってもいいんじゃないかなっていう気はしますね。セールス的な面を見るとね。まあ、やっぱりね、著作権者の利益にならないと、ちょっと噛むね。なんか、すぐに潰されるようなジャンルではありますからね。まあその辺は様子を見ながらですが、まあ大体特に今年いっぱいは古いゲーム中心にやっていきますんで、まあそういう形で、まあ9月も進めていけたらいいかなと考えてます。はい、ということで、まあそんな感じですね。一応リクエストもらってるゲーム何本か買ってはあるんですが、タイミングを見てという感じかなと思います。で、RPG 系は基本的に古い方から順にやっていくけど、例えばクロノトリガーとかスーパーマリオ RPG みたいにシリーズがないようなやつに関してはもうすぐやっちゃうかもしれないんですが、その辺は気分ですかね。はい、という感じでやっていきたいかなと思います。というところで、ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように。ピヌさんでした。